なんか俺もあんま言わなかったけど、だこの後エボの話に行くんですけど、はい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 、はい、俺もあんま言わなかったけど、このスマブラハウスっていう番組が一つこう一個成功というか、はい、一個の節目を迎えるっていうのは、小池さんが、まあ、僕はその時思ったのは VIP だったんですけど、小池さんが VIP に到達する瞬間だと思ってた。はいはいはい、それはもう始まってからずっと、うんうん、だったんで、そんなに圧かけたかどうか僕は分かんないですけど、まあ、うん、番組的にはやっぱ行ってほしいなっていう、そうですね、のはありましたね、僕自身も、うんうんうん、そうっすよ。そうで、まあそれがやっぱ僕が結構後々言うんですけど、はい、エボのエボ2019、今年はね、去年の、うん、で小池さんがラウンド1通過してラウンド2まで行ったと。行きましたね。そうそうそう、あれは面白かったというか、まあ、あ、よかったなって。僕当時は本当に、あ、当時っていうかその時は、はい、まあ、本当に自分のことだけにめちゃくちゃ集中はしてたんですけど、うんうん、あ、でもやっぱなんかこう、おお、なんか嬉しいなってのはありましたね、若干。ああ、嬉しい、それが嬉しいっすわ。あの、特にその時リプライとかも送ってなかったと思うんですけど、ツイッターで見て、はい、うん、あ、なんかようやくそのスマブラハウスがまあ一個なんか一つ形になったかもなみたいなのはちょっと思っ、それ俺会場で言われましたよ、将軍さんに。あ、言いましたね、言いました、言いました。そう、これでなんかスマブラハウス、その僕は VIP だと思ってたけど、うん、ただ違うとこで一個階段登ったと思いますって俺言われました、将軍さん。あ、言いました。はいはい、そう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 、ありがとうございます。そうでした。うんうんうん、っていうのが結構まあ良かったですね、あれは。いや、悔しかったんですよ、あれ。何がですか。梅村じゃねえ、エボ行く、撮影する、エボ行く、小池を修行する会みたいので、はい、その時ひどかったんですよ、俺。はいはいはい、撮影の時。で、まあ、コメント欄俺本当見てるんで、じゃあまあすごい言われてたんですね。あ、単純に上手くないからってことですか。そうそうそう。あ、はいはいはい。下手くそと。はい。で、何でしょうね、すごい悔しかったっていうか、何でしょう。俺誰に口聞いてんだってなったんですよ、そこで初めて。なるほど。おい、舐めんなよと思って。はい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 。そうですね。で、まあ、芸人の先輩のお時間借りて、はい、あのその人、まあ、スマブラ、あ、まあ、フージさんですよ。あの、裏切りマンキーコングのフージさんっていう人、あの人すごい強いんで、あの人に、そう、特訓してもらってたんですよ。はい、そうで、まあ、行ってきます、エボ行ってきます、大丈夫だよって言われて、で、スタッフの稲垣さんとも、もう本番前とかずっとやってて、うんうん、もう初日からやってて、エボ。で、まあ、動画では楽しみますとか言ってましたけど、本当に絶対勝ってやろうと思って言ってて、てか勝者側で一回勝ってやろうっていう気で言ってたんですよ、実は。はいはいはい、いや、まあ、予選突破とかじゃなくて、そう、あの勝者側で一回勝ちたいなって思ってて言ったんですけど、うん、まあそれダメで、いやでも、まあ、2日目とか本当に予想もしてなかったですけど、だったら敗者側でとりあえず勝ちは見せたいなっていうのがあって、うんうんうん、こんだけ練習したし、いや絶対勝てるなと思って、したら1個2個なんか3個ぐらい買ったらね、いや2日目ですよって言われて、はいはいはい、そうですね、あの時悔し、ただただ悔しかったんですよ、マジで。はいはいはい、あ、 それだけっすね。ああ、なるほど、あの、うん、コメントでいろいろ言われてっていうか、そう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 、そういうのありますよね。いや、ありましたね、あの時は、うん、僕もそのなんかあの別角度かもしんないですけど、はい、まあ、僕は当然上手い人として見られてるわけじゃないですか。もちろん、うん、その中で結果がまあその期待値を下回り続けると、やっぱり YouTube のコメント欄とかもめちゃくちゃひどいんで、うん、スマッシュログひどかったっすよ、あの、マジ結構話してるんですけど、あの去年の9月10月ぐらいで、ちょうど俺が、エボ終わって結果がまあモチベも若干下がったのもあったんだけど、結果が下向いた時期で、うんうん、同時にあのディオっていうスネーク使い、はい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 、あのスマブラハウス1回大晦日に呼んだんですけど、うん、ディオっていうスネーク使いが台頭してきて、こう結果上がった時期だったんで、はい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 、はい、ディオが、スマッシュログ TV の梅ブラ配信で配信台でやってる時とかは僕飯食いながら見たんですけど、はいはい、あ、これはすげえことなってんなっていう。え、どっちの意味で。いや、もう単純にもうなんか将軍よりディオの方が強いとか。ああ、そういうことね。そうそう、将軍もオワコンみたいな、なんかそうそういうの結構あって、何がの思いを馳せたかっていうと、うん、絶対めちゃくちゃスタッフさん消してるんですよ。なるほどね。はい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 、でめっちゃ消してんのにそんだけ目立つっていうのは、あ、これ相当来てんだろうなっていう。
なるほど、ね、もっとひどいのが、あ、これ俺の目の前に映ってるあのコメント結構ひどいけど、あ、間に合わねえんだろうなっていうもういっぱいいっぱいでね、流れすぎてね。でもそうで、そういうコメ欄ね、やっぱあの、うん、民度がどうだって言うけど、なんだかんだね、うん、いい意味かわかんないけど、ゲーマーからすると熱くなるものやっぱあるっていうのは、うん、そうっすね、さっきの小池さんの話と結構近いなっていう、はい、うんうんうん、その後から結構僕上がってったんで、あの結果は、いや、そう、さっきねニエトロもコメント欄に来てくれてたんですけどまあ彼はフレンドリーですね、本当に。そう、あの人、いや、彼本当にいい人っすよ、マジいい人、うん、本当にコントローラーも投げていいと思います俺。コントローラーもガンガン投げていいっすね、もう。そうそう、あんだけ気さくでいい人だったら投げていいっすよ本当にね、うん、あれかっこよかったなマジで、ニエトロ投げたやつ。なんか言ってま、なんか言及してませんでしたっけ。いや俺言ってました、ツイッター言ってましたよ。いや僕もぶっちゃけあの同じこと思ってんすよ多分。うんうんうん、うん、なんか割と小池さん側なんですよ。はいはいはい、どんな感じでしたっけ。僕は、うん、あのそんだけ熱くなれて、うん、ね、一つのことに頑張ってきて、っていうか僕はまあ見てるからかな、まあ、将軍さんもそうだし、はい、ね、どんだけ頑張ってきて、どんだけストイックに頑張ってきて、で不甲斐ない自分を配信台で見せてしまった、うん、あの怒りはコントローラーに自分の私物にぶつけて、うん、その後相手への敬意はすぐ握手で表す。そうなんですよ、握手しましたからねあれ。そうなんですよ、うん、でやっぱニエトロからパッてこう手出してっていうのがやっぱかっこよかったっすね。プロって感じしますね。まあ、物を粗末にとかいうね、なんかあれはあるでしょうけど。まあ、インテリですよ、あの、そういうのって結構。うんうんうん、物を粗末に扱うのとか、うん、古くから教えられた正論っぽいことって、はい、なんかその、うん、いろんな人にマウントを取りたい人ってまあ一定数いて。そうですね。まあ、別に、ね、その人の主張、あの、なんかそういう批判する人の主張も別に、まあ、人からの受け売りで言ってるのやつらに関しては微妙だと思うけど、うんうん、プロとしてのあるべき姿勢とか、はいはい、っていうのはもう価値観の話なんで、これはもう、はい。だからある意味そういった批判に関して全否定するわけじゃないんですけど、はい、ただ僕の考えは、まあ、小池さん寄りだったなとは思ってます。そうですね。まあ、みんながみんな多分そうじゃないとは思いますけどね。はい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 。いや、かっこよかったなと思います。純粋にプロとして。同じプロとして、ね、プロゲーマーとしてかっこいいなって思いましたね。あれはニエトノさんは、ニエトノとね、コメントでも今あれですけど、うん、ニエトノとザクレのエボでの試合とかもね、いやー、あれダメよな、あれは良かったっすね。あれはね、稲垣と俺はもう号泣だった稲垣さんついでに稲垣さんも泣いてたんですか。いや稲垣がしょっちゅう泣くのは、スマブラスタッフ、あ、スマブラハウスのねスタッフさんで音響関係とか全部やってくれてる人なんですけど、はいはいはい、稲垣さんっていう人がいて皆さんね分かんない人もいるんでしょう。あいつはもうね、エボイって全試合で泣くんすよ。全試合泣いてる大安売り。いや、大安売り本当に。だから将軍さんとあれの戦いの時も、はい、誰でしたっけ、勝った試合、負けた試合、どっちだろう。勝った試合です、勝った試合です。コスモスですか。そうっす、はいはいはい、コスモスとの試合も小池さんって泣きながら来て、あの稲垣さんが撮ってたんですけどはいはい、はい、だからあのエボの試合の動画とかで稲垣さんが頑張れって応援してる声がやっぱいつも泣いてるんですよあ、確かになんかそうっすね、誰の試合か忘れたけど、確かにそんな感じの稲垣さんのそう、声援ちょっと聞いたことあるかもしれないです。うんうん、うん、俺もケプトナイロかなと思ったんだよ。あ、そうだ、もうケプトナイ、ケプトの時泣いてたなあいつケプニーの時大号泣し、鼻水垂らしてたもんないやエボは熱かったっすよ。だからまあ、僕がね、まあ、来年もしあったとしていけるかどうかわからないですけど、はい、あんなもん一発目から見せられちゃったらもう行きたいですね。実費でも行きたいなって思うぐらい。あれは行きたいっすね。いや、たまんないっすさ、マジで。エボ、もうなんかこんなエボの、ね、話、僕は膨らます予定はなかったんですけど、でも、あ、もうそれでも、いや、膨らましたいぐらい面白いっすよ。あれもなんか、エボ、ほんといい大会でしたよね。いや、よかった。ほんとによかったっすわ。なんか、小池さん、エボだけでしたっけ、あの、スマブラの各海外大会って。いや、エボだけです、エボだけです。ああ、ですよね。うん、うん。なんか、他のその COD とかの FPS 系の海外大会の空気、ちょっと僕わかんないんで、それ比較できないんですけど、はい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 、はい。他のスマブラの海外大会も行った末にエボに行ってほしかったなってちょっと思いますね。ああ、なるほどね。なんか、うん、あの、やっぱね、違いますわ。
え、違うんだ。なんか本当にエボだけは特別でしたね。へえ。それを何っていうのも難しいんですけど、うんうんうん、会場のあのなんだろう、この世の楽園みたいな雰囲気してるじゃないですか。そうですね、カジノいっぱいあるし、うん、会場、まあ、徒歩、そうだな、ホテルの部屋から10分ぐらい歩いて会場入ったら、そうですね、うん、今まで動画で見てたあのエボの会場というか、はい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 、空気なんですよ、うん、めっちゃくちゃ広いし、そうですね、幕張のホールみたいな、そうですね、はい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 、めちゃくちゃ広いし、ね、いつも見るとこだし、うん、いやかっこいいんだよ。エボっていう大会ももう雲の上の存在だった頃から知ってるわけで、それこそ梅原さんの動画とか、うん、はい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 、うん、で見てたあの大会、うん、で思いながら行くと、まあ、めちゃくちゃ特別でしたね。そんとかっこよかったっすわ、みんな取り切れなかった。会場もプレイヤーも全てかっこよかったっすよ。かっこいいっすわ。てかね、やっぱ日本人が、世界と戦ってるところってやっぱかっこいいっすねと思いましたわ、うん、あの緊張感というか、もちろんね梅ブラとかでも見てますけど、やっぱ日じゃないですからね、ケップ兄とかすごかったっすからね、マジでかっこよかったっすよ。負けて泣かないっすもんね、日本で。そうですね、うん、うん、あれ多分やっぱあれもあのケプさんとナイロの試合の後、まあ、ケプさんのあの、うん、感情出したっていうのもやっぱ、うん、エボだからなんですよ。そうですね、あのアメリカに行ったからとか、うん、海外大会だからとか、うん、ナイロに負けたからとか、うん、じゃないんですよ多分やっぱり、うんうん、分かんないですよ、うん、勝手に代弁してるけどね。でも、まあ、僕からするとやっぱりあれエボだからだと思う。そうですね、うん、なんかよくそのスポーツ選手気取って生きてるわけじゃないんですけど、うん、あのあそこにプレイヤーとして立って上の方で勝負しないとなかなか分かんない感覚かもしれないですね。いやー、そうだと思いますよ。本当に良かった、それは。かっこよかった、うん、本当にお見事ですよ。てかすごいなと思いましたね、個人競技というかワンオンワンのそういうゲームで、まあ、自己管理もしなきゃいけないで日本から来て、はい、いや立派だなと思いましたね。すごいっすよ、あんなのやっぱ精神的にすっごいすり減りますからね、どんなに仲間といても。うん、それでやっぱああやって結果出してるみんなすごいなって思いますね。まあ僕からするとやっぱチームでやってるゲームはそれはそれですげえなって思うことはいろいろあるんですけど、個人は個人でやっぱなんだろう、孤独っていうのはめっちゃありますよね。そうっすよ。いや一番やっぱりそれはあるなって思いますね、あの、うん、大会とかで、まあ、緊張して不安な時とか、やっぱチームゲーだとこう、うん、盛り上げる人もいたりとか、そうですね、空気よくしてくれたりとか、うんうんうん、でみんなで頑張ろうって一致団結して、うんうん、でそれを当然作るのも難しいんだけど、やっぱ個人だと、はい、それも含め全部自分だけでやんなきゃいけない。そうっすね、難しいし、まあ僕はそれが面白いんですけど、あでもあれは、まあ、ある程度エボで一応上の方まで行けたから思うのかもしんないけど、ああいう緊張感も含めてめちゃくちゃ面白かったっす。面白かったっていうか、うん、なんか良かったっす、あれは本当に。だからぜひね、来れる人本当に来てほしいっすよ。本当誰でも出れますからね、そうっすね、エボ、うん、本当に良かったんで。であとちょっと将軍さんトイレ行ってきていいですか。トイレ行ってきていいですよ全然。すいません、申し訳ございません、皆さんちょっと行ってきます。エボの話するかじゃあ。あーエボはこうやって3ヶ月間ぐらいオフの環境と離れてると、どうしてももう一回スマブラガチってる自分がなんかイメージできなくなりそうな瞬間ってあるんです。なんだけど、まあ、エボのなんかあの緊張感とか充実感とかを思い出すと、いやさすがにもう一回あそこ行きたいなみたいな。いあれあれプレイヤーとして今後戦えないとか無理でしょみたいな。それが一番でかいです。エボ敗者